こんにちは。ようこそお運びくださいました、ハノンのさとみです。今回は新しく作った野良猫は夢を見るのご紹介です。今回作った野良猫は夢を見るドレスはこの2色になります。どちらも9月11日日曜日開催の東京ドールショーで販売になります。こちらの生地はハノンファブリックの水面の生地になります。グリーンって言っていいのか、あ、エメラルドグリーンの色のドレスです。前回の1月のドールショーでは水色と赤を持っていったような気がするのですが、今回は新たにこのエメラルドグリーンを作りました。ピンク色のトロワのソックスとセットにしました。もう一色が黄土色でしょうか。この黄土色になります。青色のお花リボンをつけました。黄土色のこの生地には赤のトロワのソックスです。袖のこのカフスの部分をキュキュキュと上に持ち上げていただくとこの袖がふんわりします。こんな風にポコッとポッコリして可愛らしくなります。もちろん伸ばしたままで着ても可愛いです。お好みでいろいろ遊んでみてください。丸襟がついてるんですけども、とっても小さなレースをあしらっております。裾はフリルが2段重なっております。ボリュームのあるスカートです。はい、リカちゃんに着せてみました。リカちゃんもブライスとサイズがほぼほぼ一緒なので、こんな風に可愛く着こなしができます。靴下はちょっと緩いんですけども、前から見る分には問題がない感じです。リカちゃんはちょっと腕が細いので、ブライスのようにこんな風にね、袖をふわっと着せるのがちょっと緩いかな。ブライスやチェリーちゃんはカフスを上げた時にしっかり袖が止まるサイズになってます。はい、次はハルモニアさんに着せてみました。この黄土色めちゃくちゃ似合いますね。ハルモニアさんが着るとロングなワンピースになります。あとやっぱり筆がもうとっても細いので、七分丈ぐらいの長さで着せていただく感じ、こんな感じです。最近私のお洋服をハルモニアで着せていただく方が増えたので、ちょっと着せてみました。こんな感じです。あのローズさんについてるブーツとすごく合います。はい、次はユノワクルスライトさんに着せてみました。こんなバランスです。膝丈のドレスになります。
これはハロンオリジナルのユノワさんなんですけども、このクリーム色の髪の毛にこちらのエメラルドグリーンがとても似合いました。こんな感じ。袖も伸ばした状態で5分丈になります。で最後にチェリーちゃんに着せた写真がこちらです。チェリーちゃんはいろんなメイク、いろんな髪の毛の子がいるので、ぜひ試してほしいですね。どの子に似合うのか。はい、こんな感じで野良猫は夢を見るドレス、前回1月のドールショーで、売り切れちゃった時にリクエストをいただいていたので、色違いで今回2色持っていきます。あ、前言い忘れたんですけども、ドールショーではもし列ができていたらお一人様お一つのご購入でお願いしております。もし列がなければ何個でもどうぞです。あとカスタムブライスも販売するんですけれども、カスタムブライスの方はカスタムブライス一人とお洋服一つの購入も大丈夫です。でこちらも列がなければ何個でもどうぞです。あとはドールショーの公式サイトをご覧ください。いろんな決まり事があるので、ぜひ読んでいらしてください。あともう少しでドールショーの開催なので、とっても楽しみにしております。それでは会場でお会いしましょう。いつもご視聴ありがとうございます。バイバーイ。